はい、お疲れ様です。サルー、今回はオイさんなんですけどもですね、オイさん非常にサーフィンめちゃくちゃ上手くなってます。多分ご自身ではそんなに伸びてないとか結構思われがちなんですけども、僕から見たらめちゃくちゃ伸びてますね。で、まあサーフィンのこの上手くなりたいっていう気持ちが強くなりすぎてですね、サーフボードをこう動かそうっていうマインドでこう体が暴れがちになってるんですよね。で、結構暴れがちになるっていうよりはやっぱりこうリラックス脱力っていうのがほんまに大事で、やっぱりこのリラックスすることによって脱力したライドで的確なそのサーフボードの上を踏むってことで板は簡単に曲がるんですよ。それを忘れてこう何かしないといけないっていうこの暴れてしまってるので、こう逆にサーフボードが動かなくなってしまってるんですよね。なんかターンしてしゃがんでる時とかあるんですけども、そういう時とかもさすり足とかでも何回かいい感じのターンしてちゃんと前重心いけてるやつとかもあるんで、ターンしてすぐに前足で前に行って、まあウォーキングでも2歩のウォーキングでもさすり足でもいいんで前重心に行ってもらってやってもらうと、サーフボードはスターッと走っていくので、こうターンした時にこうしゃがみがちになったりとか漕いだりとかしてるっていうのもあって、そこを改善していくとすごい良くなっていくと思います。で、まあとりあえず脱力リラックスして、左手を使ってですね、肩を開いてターンをしていくっていうのが大事かと思います。もっと、スカイウォーカーを練習してもらってですね、ウォーキングを使ってもらって、最後にこうなぜこの腰が曲がってるウォーキングしにくいとか腰が曲がってることが多いんですよ。そのことについて最後の方でターザンが解説してますので、最後までご覧ください。ではミゲル・ヨシオさんの動画をどうぞ。
もうちょっとフローを感じてもらってからのやっぱ姿勢はこうじゃなくてこうですね。それ正面じゃないですか、横向いて。レギュラーやったらこう、そうそうそう、レギュラーやったらちゃんと内股にして、ここでセンター作って腰を落とす。折るんじゃなくて腰を落とす。これは横乗りの、これは基本する、基本絶対これがこうなってると絶対もう動けないですね。それはもう氷山にいてる歩いてるおばあさんって感じですもんね。こんな感じですね。はい、これじゃあね、もう、うん、何もできない、ね。はい、10時から開店って言ってんのにもう行ける。おるおる。8時半ぐらいから 10時ですっつって、じゃあコロッケに行こうみたいな。じゃあ10時って感じ言ってる感じになってるんで。でも腰曲げて歩いてみて。腰曲げて歩いたら、うん、めっちゃ歩きにくいね。で腰ちゃんと上げて胸張って歩いたら、もうちゃんとこうやって歩けば、ウォーキングもそういうことなんですよ。ウォーキングも歩きやすい。こう歩くよりはこう、こういう感じ。そうだからターンするときも腰を曲げるんではなく腰を落とす、テールをしっかり感じる、で体を開く、ね、体を開く。大井さんはもうそれでヨシオイングルビーになるっすね。なりますね。これで、ね、あと3段階目ぐらいまでいきます。3段階目までいきますか。以上、ターザンからでした。